はい、朝のカフェに行きます。持ち物はこんだけ。いないと思うので、じゃあ実際僕はそういった経験を積んで、で、何といったことが、ほな、仕事行ってきます。帰ってきました。今からジム行きます。これトレーニング中に飲みます。はい、月曜日が終わります。これ撮っててめっちゃ思ったんですけど、これ1週間全く同じ様子が映るんじゃないかなと思ってます。同じルーティーンで、まあどうなるか楽しみです。ほな、行ってきます。はい、帰ってきました。今からジム行きます。しょっ、今日は肩と足をピッとやって有酸素もやりたいと思います。はい、火曜日が終わります。今日も最高の一日でした。おはようございます。水曜日、ほな、水曜日、行ってきます。はい、仕事終わりました。今からジムです。今日は胸、やばい、肩の筋肉痛がすごい。よし。スズメの声で起きました。
ほな、木曜日行ってきます。うん、おい、はい、今日は腕2頭と2頭と3頭のトレーニングと有酸素を1時間やります。大会まであと2週間、ちょっとやばい。ガチで急ピッチで減量したくて、今日もカフェに行きます。カフェで何やってるかっていうと、ブログと YouTube とパーソナルとコーチングに関してやってます。やべ、時間がやばい、やべえ。あと5分、あと5分で入れないと。無理や。ほな、金曜日行ってきます。